はい、戦闘ロボットフェネックで挑むスレイザースパイアの4回目行きましょうか。さあ、前回はハテナに行ったら敵に会ってしまって、で10ダメージオーブ1種類につき1枚カードを生成、確かこのスタック、捨て札の枚数たくさんのブロックが強いんじゃないかっていう話をして、これを取ったところだな。で、まずは、やはり、レリックを確認していきましょう。はい。ひび割れたコアでライトニングを1個生成。これは使い切った。凍った玉でパワーカードをデッキに付け足すためにアップグレード。質問カードで選択肢のカードが3枚から4枚になると。これはあまり意味ないから飛ばす。はい、ターン開始時、まだ1を得る。獲得時、最大 HP プラス7。休憩するたび追加で HP15 回復。嬉しいね。はい。それから、戦闘開始時、プラズマを1個生成すると。プラズマが結構、マナを増やすみたいな効果があるんだよね。これがいいと。よし。では、さてと、休憩に行きたいところだから、ハテナ、ハテナ、休憩と行きますか。ちょっと回復したいね。ラスボス前に。うわぁ、ハテナ連続で敵が出るっていうのはきついな。この最初のブロックがすごい役に立つ。で、アタックダメージを受けるたび、ライトニングを2個生成するもいいでしょ。ダメージ与える。あれ？あれ、今ダメージ与えたら、こいつ33の攻撃になりやがった。ちょっと待ってくださいよ。おー、あ、そうか、攻撃を食らうたびに、相手、行動を変えるんだよね、こいつ。反応は、11の攻撃が33になりやがった。あ、でも、28のブロックがあるから、ギリギリ守れる。ひどい。33はひどいだろう、ちょっと。11のままでいてくれればいいんだけど、そうはいかない。まずは自己修復。自己修復。無機残体に10ダメージダーク。ランダムなオーブ2個。ダークダークになった。次もダークにするか、じゃあ。次もダークにし。で、さらにオーブを解放し、ダークをもう一個得る。で、最後にスタック。どうだ？食らうたびにライトニングが出るから。すごい。めっちゃ与えてる。めっちゃ与えてる。結構いい感じで与えてるけど、相手の33っていう攻撃力はちょっと辛い。ループ、ターンの開始時、戦闘のオーブを2回一度発動する。ストライク。ストライク。あー、15になった。よかった。7ブロックマナー得ると8ブロック、7ブロックマナーの方がいいかな。ダークが当たって、これあと、おぉ、すごい。めっちゃ当たってる。フロストあまり意味ない。ブロック意味ない。捨て札の枚数、プラス3に等しいブロックを得る。いいね。バッファー。バッファーで防いでもね、2回防ぐ。2回防ぐってことは、相手が2回攻撃だったらもう意味ないのかな。朝24。さあ24、これでも防ぐから、まあこれでいいだろう。もう次のターンぐらいやっつけられるんじゃないかな。食らわない。ブロック強い。41ぐらい。ビーム。9ダメージ。おぉ、9ダメージ2回。9ダメージ1回。カード引く。9ダメージ。さらに消去プログラム。さらにライトニング生成。で、ブロック。これ、いつなら456でギリギリやれないパン。あー、ダメだ。8、3、24食らう。辛い。あー、でも8、1回でよかった。1回攻撃を食らうたびに、ライトニングを1個生成したっていうのがよかったんだね。そういうもの、敏捷性ポーションあまり見ない。デッキにカード1枚追加。ホログラム、10ブロック、フロスト2個。あ、フロストはいらん。敵全体6ダメージ、カード1枚。セントノーブは X 回。難しい。
6ダメージ、弱いなぁ、弱いなぁ、今の、この、手札を考えると全体6ダメージっていうのは非常に弱い気がするなぁ。普通の、ブロックよりも弱いもんな。これスキップだ。いらんわ。ハテナ、そろそろハテナでいいこと、これ、敵敵と来て、おいおい、敵が3回かよ。これ負けるぞ、ちょっと。まずはブロック。自己修復。自己修復でちょっとは回復したのかな？ちょっと筋力上げ。いや、待て、ブロックも上げよう。ここはちょっと死ぬと困る。11ダメージ。まんべんなくやった方がいいのかな？全体ダメージってことが可能性があるかな？戦闘オーブを解放する。その解放したオーブを生成する。まんべんなくやるか、一人だけ狙うか。弱い、弱い。辛い、辛い。辛い、筋力アップ、筋力アップ。で、全員で攻撃していくんでしょう、これ。全員で攻撃。うわ、11、14、18。これ、下手するとこれで死ぬな。捨て札。これ最後に使う。あ、バッファーで一回耐えられるな。全部使える？違う、バッファーを使って、ストライクを使い、ループが一番弱いな、これ。まんべんなくいった方がいいのか、一人やっつけた方がいいのか。バッファー使って、スタックで、ギリギリ守ってほしい。HP の喪失防ぐ1回。あー、じわじわ食られた。2回。あー、じゃあもうダメ？もう間に合わない。ライドニング1個生成する。うわー、攻撃力が高すぎる。10ブロック、10ブロック、9ブロック。スチームバリア、8ブロック。8ブロック、10ブロック。9ブロック。ライトニング。ホログラム、7ブロック L。捨て札のカード1枚手札に加える。さっきのあれ。あれ、無敵なやつは、無敵なやつはなくなった。無敵なやつってもう。じゃない。いやー、どっちが強いかな。これかな。捨て札、枚数プラス3に等しいブロックを得るはとりあえずいいか。あるよ。あ、選択しないといけない。今ちょっとブロック値がいくつあるか見たかったんだよ、ちょっと。ブロック値があるんだったらもう攻撃の方に行きたいんだよな。攻撃で行こう。34あるから？あ、ダメか。33と14。あ、まさか死んじゃう？あ、そこじゃないんだよ、当たってほしい方は。うわー、死んじゃう？死んじゃう？ 33。耐えろ、耐えろ、耐えろ、耐えろ。下手くそだったな。今ちょっとカードに隠れてブロック値が見れなかったんだよ、ちょっと。一回耐えれば次休憩だったのに。いや、かなり下手くそプレイだったな。いや、悔しい。もう一回やりたいな。あ、アンロックされたカード。エーテリア、ターンの最初に使用するカード。13ブロック、9ダメージ与える。あんまりロックされて嬉しいメニューはなかったね。悔しいなぁ。これはもう一度このフェネックで行くしかないだろう。プレイ。悔しい。続けていくぞ。悔しい。また1から。今、僕がブロックしてれば、一旦は守れたんだ。いやこれは？あー、出た。これだ。ランダムボスレリックを1個獲得。一回、一章のボスに、到達すれば、これが得られるんだね。よし。本当はライトニングがいいんだけど、これライトニング、ひび割れたコアでライトニングが手に入るのがいいんだけど、これを失ってランダムのボスレリックに行きたい。さあ、なんだ？何になった？
インサーター。2ターンごとにオーブスロットを1個入れる。ああ、オーブスロットがどんどん増えると。面白いね。こいつ専用の、レリックが手に入る感じだよね。さあ、どっから行くか。悔しいなぁ、それにしよう。今回はじゃあ、趣旨を、ちょっと変えて。例えば、エリートと戦って、なるべく、レリックを得ていくみたいな感じとかどうだろうなぁ。と思ったけど、やっぱりはてな、はてなから。まあ、なるべくエリートと戦っても行きたい。よし。さあ、5ブロック、5ブロック。最初が弱いんだよな、これ。6ダメ、5ブロック、5ブロックとは何事だ。あいつ、どんどん強くなるやつなんだよな。6ダメ。6ダメ。ライトニングエック生成。弱いな。それしかできないんだ。オーブのスロットが1個ずつ増えるけど、マックスいくつなんだろうね。長引けば長引くほど。ライトニング。ブロック。6ダメ。ああ、これなかなか倒せないな、ちょっと。ダメージ食らいっぱなしだ、これ。最初が弱いね、ちょっと。このフェネックは。マナがどんどん増えるけど、みたいな。マナじゃないや。スロットが増えるけど、スロットに入れるものがない。ストライク、ストライクで死ぬでしょう。よし。もう割と食らうな、これ。さあ、オーブ、オーブ、オーブが欲しい。7ダメージ与えるオーブ。ライトニングを1個生成する。これがいいでしょう。オーブスロットがどんどん増えるんだから、よし、宝物、砥石。獲得時、ランダムなアタックカードを2枚アップグレードする。ああ、まあまあまあ、いいでしょう。さあ、どんどん手に入れてくれ。さあ、HP11 失って75ゴールド得る。これでいいでしょう。さる。それで焦点に行き、なんかめっちゃ強いレリックかカードを引くと。はい。さあ、戦闘で初めて HP を失った時カード3枚か。あんまりだな。手札をシャッフルしたら6ブロック得る。あんまり。3ターン経過後、敵全体に40ダメージだったら面白いな。このターン敵は筋力強いし。ロックオン。あー、面白いんだね。ロックオン、軽視してたけど、意味的に軽視してる。ロックオン対象はオーブから受けるダメージが 50% とか。と言ってもね。ロックオン1個も取ってなかったから。でもそれライトニングを X 個生成するっていうのもいいかもしれない。パワーカードを使用するためライトニングを1個生成する。パワーカード持ってるか僕。ねえ。うわぁ、悩ましいなぁ。ライトニング X 個で勝負してみるか。いや、でもロックオンも面白いな、これ。50% は、ダメージが増えるんでしょう。ライトニング X。これも買っちゃうか。金があるんだからね。よし。勝負だ、勝負だ。ハテナに行く。さあ、部屋に足を踏み入れると、これ初めてだね。ゴボゴボという音と金属の擦れる音が聞こえる。目の前にはスクラップを食べ過ぎたスライムのような生き物がいた。スクラップ、スクラップっていうのは鉄くずとかか。はい。生き物の体内には怪しい光が光っている。魔力の類だろうか。その生き物の開口部の中に少し手を伸ばせば宝物に届きそうだ。3失うだけでレリックを発見できるなら。ああ、レリック発見、簡単には発見できないのね。今失敗したってことか。いた。得たものは腐食者金属と燃えるような痛みだった。それでも中にはレリックがある気がする。HP4 失うが 35% か確率でレリック。手に入れた。うまくいった。金属と絡みつく酸の中を引っ掛け回し、ついにレリックを掴んで引きずり出した。ダメージを負った分、いいものが手に入っているでしょう。鳥、ブロックで防げない5以下のアタックダメージを1に軽減する。あんまりあんまりよし、エリートと戦ってどんどんレリックを手に入れていこう、今回は。序盤は HP があるから、ガンガンエリートと戦って。8ダメージ、ロックオン1。いまいちだな。
次殴ってくるやつにロックオンした方がいいでしょう。ストライク。5ブロック。よく考えると47まで HP 減ってるから、ここで死ぬ可能性もあるぞ、ちょっと。わあ、これ一番嫌いなんだよな。めまい。しかも、デッキは強くないぞ、これ。3しかない。6。うわあ、きついな、これ。ライトニング。ブロックできるのが1個しかない。で、ライトニング生成。9ダメージ。終わりか。終わりか。意外と何もできないぞ。序盤が苦しい。序盤のエリート倒せずに終わるぞ、これ。このエーテリアルのせいで、さらに。いや、これは倒しきれないな。ちょっと負けるぞ。あ、ライトニング X 個生成する。7ダメージ与えるライトニング1個。いやー、ブロックもしたいけどなブロックもしたいけど、ライトニングでしょう。ここの一旦は耐えて、ライトニングを X 個生成。これで、よし、一体やっつけた。一体やっつけた。一体をやっつけた。しかし、あと27で耐えられるか。このエーテリアルも痛い。これだよな、これ。この瞬間に死ぬ。一匹ずつやっつけていくか。使えない。ライトニングは頑張ってくれてるんだけど、耐えきれずに終わる可能性が高いぞ。このエーテリアルのせいで。さてと、5ブロック5ブロックですか。ライトニング1個生成。あ、ロックオンいいね。ロックオン、後ろのやつにロックオンして、ライトニング1個生成し、防御。とりあえず、ギリギリ、勝てそうではあるが、分散して攻撃してるから、きつい。これエーテリアルが来ると終わる。二重解放。いいね。ストライク。殴ってきそうなやつに。ああ。ギリギリ耐えたかなって感じだね。しかしこれは回復しないといけない。さあ、33ゴールド。通常の敵が追加でカードを、報酬を落とす。今、エリートやっつけたから意味ねえじゃねえかよ。カード、ああ。追加でカード報酬ってことは、雑魚的相手に戦った時にカードが2枚手に入るってことか。ステロイドあんまり見ないんだよな。さあ、いいの。山本なんか4枚のカードを見て好きなカードを その中から好きな枚数捨てられる。あー、なるほど。デッキ圧縮ってことか。敵全体6ダメかなー、これ。いや、でもマナが入らんときついからな。7ブロックマナにしようか。きつい。ここは回復。休憩。疲れた。それでもやっと39。買い物に行くと金はない。いや、これハテナよりも追加のカード収入を期待するか。お、弱そうな敵だから。なんとかなりそう。6ダメージ、5ブロック。7ダメージ、ライトニング。6ダメージ。いいぞ。で、一回ブロックで耐える。マナが全然手に入らないから。全然カードが使えない。わ、ねえ、き、あ、こいつは弱いから。ライトニング X 個生成。あ、今のうちに X 個生成するんだ。3個生成して、よし。次のターンやっつけられるでしょ。舐められたところで関係ない。ダメージは食らわないから。よし。何やっても、まあ一緒だろう。大丈夫。よしよしよし。追加でカードが手に入るから。これが期待。7ダメージ、ライトニング1個。3ダメージ、弱体化。15ダメージ。2マナ15ダメ。あんまりな。7ダメージライトニング1個。敵全体10ダメージダーク。やっぱダークだな。オーブを作らんとね。回復したいからこっちだな。宝物を手に入れて、どんどんレリックが今回は手に入る。日時計。山札を3回シャッフルするたび、まだ2を得る。なかなかいいよ。回復。回復しないと辛い。
またカードがこれガンガン手に入るからいいよ。雪圧縮にはならないけど、カードがガンガン手に入るの嬉しい。11。ホントに X コブ入れて。いやー、きついな。8ダメージ。いやー、ちょっとはブロックし、6ダメージ食らうのと11ダメージ食らうのってだいぶ違うかね。一回防御するか。防御で一回耐えるか。テンペスト。いや、11食らってもいいから、テンペスト。テンペストのロックオンに行きたい。ロックオンで、ライトニングのダメージが、50% 増えてるはず。ね、ロックオンしてるでしょ、普通。あ、ロックオンってもしかすると行ったんだっけ？ああ、行ったんだけなのか。なんかずっと未来永劫かと思ってた。今のターンだけっていうんだったらあんまり見ないんだな。じゃあ、ブルザイア使わない方向で行こうか。あいつはブロックとバフだから、ライトニング生成。何ダメージライトニング。で、死ぬんじゃねえかって思ったけど、死ななかったな。そうか、オーブがたくさん溜まった時に、ブルーズアイをやるといいんだね。例えば今みたいな時に、ブルーズアイをやると、11ダメージ与えないといけない。余裕だった。再生ポーション嬉しいね。これ回復できる。デッキにカード1枚追加。ループ、セントノーブの自動効果発動する。パワーカード使用する。使用するたびカード1枚。3ブロック得る。いやー、難しいな、これ。捨て札のカードを1枚も戻してくる。セントノーブの自動効果を発動する。ターン開始。あ、ループ。ループ結構役に立ってたな。9ダメージを与える。次に使用するカードは山本の一番上に置かれる。ああ、もう一回使えるってことか。セントノーブを解放する。3ダメージ与える。敵がアタックを予定してる場合、火の力でしょう。今まで使ってないカードをやってみようか。9ダメージ与えて、さらに次のターンも同じカードを使えるよっていう、このカードでいこうか。よし。さあ敵、どんどん敵を倒、雑魚敵を倒すためにカードが2枚入るっていうのはいいね。時間かね、最初は殴ってくるんか。敵全体10ダメージダーク。ライトニングしてからダークの方がいいかな。12食らうのも辛いなぁ。かといって中途半端に5ブロックしたところでって気がするなぁ。ブロックしない。いや、きついな。ブロックしないはしないでいいんだけど、きついな。ブルースアイが意味がないんだよな、こと。とりあえずストライクを、じゃあ与え。やっつけられ、さい。あ、やっつけられた。あ、いいね、やっぱり。むしろブロックしなくてよかったかな、さっきみたいな感じか。15ゴールド、デッキにカード1枚。再起。ハローワールド。開始時にこむかな。うん。1枚のカードをめっちゃ引いてもね、マナがないんだよ、マナが。なんで、再起の方が強いかな。生札のカード6枚につきマナ1を得る。2マナぐらい得るんか。カード好きカード引いてもらう。ちょっと集計、カードが増えれば増えるほど得だってことでしょ。今カードめっちゃ手に入ってるから、これでいけば、なんとかなるか。待てな。敵以外。はい。ミシエを祀る。豪華な社がある。100ゴール。これ、せこいな。275。呪い1枚入ってもいいかっていう。僕はちょっと、100ゴールドで、さよなら。275で、5ゴールドで呪い1枚か、100ゴールドで、デメリットなしか、どっちがいいかって、今言われたんだね。めっちゃ、雑魚敵をめっちゃ倒して、めっちゃカードを増やせば、さっきのカードがめちゃくちゃ強いと思うね。
ず一回防御。一枚防御し、ライトニング、ライトニングはいいでしょう、これ。そんなに強くないでしょ。次攻撃してこない。ならば、ならば、ストライク。ループ。ストーン解放。やっつけられる。おー、強い。これでまたカード2枚だから、美味しいよ、これは。敵全体6ダメージカード1枚。この戦闘で使用したパワーカード1枚につき、あー、これ使えないな。パワーカード自体がないもんな。全体6ダメいいでしょう。サンダーストライク。この戦闘で生成したライトニングの個数分ランダム的に7ダメージ。冷静沈着。フロスト1個生成する。跳躍9ブロックやる。まあ、これが一番、サンダーストライクは面白いでしょう。マナが手に入らないからな。これまた回復するしかない。全然アップグレードできない。51。いやでも、ポーションは筋力5と再生5があるから。まあ、1章のボスは余裕でしょう。よし。全体ダメージがあるかな。ブルーズアイは今やってもらう。ライトニングもこれはあまり意味なし。ストライク。ストライク。とりあえずロックオン。あー、違うな。今、筋力。筋力アップ使えばよかった。そうすればもっとダメージ与えられた。うわ、粘液ひどいな。粘液はひどいな。とりあえずライトニング。え、どっちも一緒だね。1と2、3だからね。ライトニングにしよう。終わり。え？皆さん何やってくんだ？行動準備。スライムクラッシュ。35のダメージ。35食らわせよう。いや、きついな、これ、ちょっと。35食らわせればいいんだけど。8、6、7ブロック。9ダメージを与える。次に使用するカードは山札の一番上に置かれる。あんまどれが来ても。まあ、ブロックが嬉しいかな。違うな。跳ね返し。次に使用するカードを置かれる。全体に6ダメージを与えるカード1枚引く。いや、ブロックかなこれ。35きついなちょっと。これ、再生ポーション使います。それよりも、あ、使えないもん。足りなかった。半分に減らせば奴は、35きつい。ここででもめっちゃ与えれば、山札のカード6枚につき、まだ1いる。意味ねえな。まだ、全然手に入らない。全体10ダメダーク。5ブロック。テントローブを解放する。スローブを生成する。充電。やつは、半分になるね。半分になるね。よし、この47と47がどんだけ攻撃してくるかだな。16の攻撃ならなんとかなるか。一人だけめっちゃやっつければ。ストライク。あ、弱い。ダメなパターンだ、これ。あと少しでやっつけられる。しかも、脱力ぐらいなら大丈夫。2が3つに分かれた。あんまり、2が3つに分かれたのはどうでもいいぞ。ビームで一掃できる。敵全体4ダメ。よし、いいぞ。それから、ループじゃない。ライトニング1個ステース。ストライク。ブロック1回して、ライトニング1個ステース。これで勝てないか？まだ足りない。まだ足りない。分裂するだけ。そろそろダークとか来そうだけど。全体何ダメ？ロックオン。片方にロックオンしておけば。いいぞ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 。こんだけオーブが増えればめちゃくちゃ強いでしょ。
結局勝てたってことだね、これは。サンダーストライク、この、おー、ライトニングを生成した分、ダメージを与えるという最終兵器を使ってしまった。はい、デッキにカード1枚追加。サンダーストライク。連続サンダーストライクでもいいけどな。ターン開始時、ランダムなパワーカード1枚手に入れる。再起動。サンダーストライクの連続技で勝ちましょう。で、アイテムは、マナー1を得る。宝箱あげるたびに呪いのカード1枚得ると。必ずポーション。カードの報酬選択肢は2枚減る。減ってもいいから、マイナス効果のない。これだ。マナー1を得る。これでいこう。ということで、次回は2章から行きましょう。では。